こんにちは、よしみです。今日もご視聴いただきありがとうございます。早速なんですが、今日は前回動画でお話ししました自作のミニロクリフィルの配布をスタートさせるので、それについての詳細動画となります。今回無料配布するのは12月のデイリーリフィルと日付なしのデイリーリフィルとなっています。ご興味ある方は最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい、ではまずこの動画の流れとしては、どんなリフィルを無料配布するのかということと、少しだけなんですけど注意事項があるのでそれをお話しします。あと後半はこれをカットしていく作業動画になりますので、ご興味ある方は最後までご視聴お願いします。まずですね、配布するリフィルなんですけど、これがミニロクの12月のデイリーリフィルですね。あともう一つあるんですけど、フリーのデイリーのリフィルも作りました。ここに今持っているものはディセンバー12月の日付入りのものがあるんですけど、これとは別にディセンバーも入っていない、日にちも入っていないフリーのリフィルも配布します。なので配布するリフィルについては今回2種類あります。どちらも無料配布とさせていただきます。デザインはですね、こんな感じになっているんですけど、これが、このページが8枚あるので、12月31日まで記載していただけるようになってます。1日、1ページの片面のみですね。あと、フリーのデイリーのリフィルは、私が使っているものをお見せするんですけど、こんな感じのリフィルになっています。月も日付の印字もされていないもの、それ以外は特にデザインは変わらずのリフィルになっています。私の使い方としてはほぼ予定を書くみたいな感じで使っているんですが、ここはね、天気と、ちょっと小さくて書きづらいんですけど、気温、最高気温と最低気温が書けるようになっています。あとですね、今日の、気分みたいなのを書いています。あと、スリープログとして何時間寝てるかっていうのを書けるようにしています。あと、ここは、今日の目標みたいな感じで書いています。この日は、ちょっと家がバタバタしていて、ちょっと落ち着いて家に帰ってきた日、帰ってきた次の日だったので、こんな感じの目標にしています。あと今日の何かイベントを書くスペースがあって、こっちはですね、献立のような、今日の献立みたいな感じで使っています。で、あと、トゥードゥーリストをバーっと書けるようにしていて、ここは自由に、今日の目標に対してどうだったかっていう風に書くこともできるし、私は体調とか今日何か運動することしたかなとか、そういうことを書けるようにしてます。あとここは1日の歩数と、私は薬を飲むことがね結構あるので、それを書き出せるようにはしてみました。で、デザインについては統一してるので、結構、いらないといらないものもあるかもしれないんですけど、もし使いたいなと思ってくれる方がいらっしゃったら、ぜひダウンロードして使ってみていただけると嬉しいです。とですね、このリフィルはミニロクのみのリフィルで、あと片面筆記ですね。もう後ろは何も印刷できないものです。なので私はこの裏面のところはこんな感じで付箋をつけたりとかして、ちょっとカラフルにしたりとか、モノクロのリフィルなので、ちょっとシールを貼ってみたりとかはしてます。
あと右向きっていうんですかね、右向きだけのリフィルしかなくて、穴はね左に開けていただきたいです。それのみしか作成はしていません。リフィル自体もこんな感じで穴開けできるスペースを作ってるので、左に穴を開けてください。そんな感じで、こんな感じのリフィルが、リフィルなので、もし使いたいなと思ってくださる方がいたら、ぜひダウンロードしてください。ダウンロードについてなんですけど、YouTube の概要欄と Instagram のトップ、私の Instagram のページのトップのところにリンクを貼り付けておくので、そこから入ってもらって、多分行ってみたらお分かりいただけると思うんですけど、ミニロックのデイリー、12月のデイリーとフリーのデイリーに分かれているので、お好きな方を印刷したりとか、まあどちらも印刷しても全然いいんですけど、そこからリフィルを、ダウンロードしてください。保存形式は PDF でしています。このね、12月のデイリーについては8ページあります。でちょっと注意していただきたいのは、まあ枚数が多いので、多分枚数が多いので、コンビニとかでプリントされる方は160円ぐらいかかってくるので、よろしくお願いします。あとですね、私のでちょっと順番、この 1,2,3,4 の次の 5,6,7,8 とか他もあるんですけど、ちょっとね後ろのページに来たりとか、4つの日付ごとにはまとまってるんですけど、続きがバラバラになってしまってるので申し訳ないですが、カットしてから日付を揃えていただけると嬉しいです。そこは申し訳ありませんでした。フリーのデイリーの方は、これ1枚だけ出てくるので、必要な枚数をコピーして使うっていう形になります。ご自身で持ってるプリンターでもいいし、ネットプリントですね、コンビニのでもできると思うので、よろしくお願いします。はい。で、あとですね、注意事項としては、まあそんな方いないとは思うんですけど、まあこれをまあ自分のものとして再配布したりとか、切って販売したりとかっていうことは、やめていただきたいと思います。まあ、常識的なマナーで使用いただける方は、ダウンロードにお進みください。あとね、配布してる、リンク先がノートっていうところになるんですけど、そこの記事で、ダウンロードできるようにしてあるんですが、お手数ではあるんですけど、ノートの記事の方も注意事項みたいなのも書いてるので、それを読んで承諾いただけた方はダウンロードに進んでいただくようにお願いします。あと今回はですね、この12月のデイリーのものとフリーのデイリーのものを配信しています。で、この日付ありのデイリーのものはおそらく3ヶ月は続けていく予定なので、大丈夫だと思うんですけど、もしね、その以降も続けたいっていう方は、フリーデイリーの方をダウンロードして使っていただいた方が、このデザインでずっと使えると思うのでいいとは思います。ただ私自身もそうなんですけど、結構ね1ヶ月でこのデザインに飽きちゃったりするので、このデザインから変更するっていうこともあると思います。ただフリーのデイリーのものは削除せずに、まあ特に私が続けていく限りはそこに保存しておいておこうと思っているのでお願いします。あとリフィルに関してはこれだけじゃなくて、他にもどんどん思いついたリフィル作ったら無料配布って形で、ノートに貼り付けていったりするので、またその時は
YouTube とか Instagram で発信していくので、もしよければチェックしていただけると嬉しいです。ではですね、私もちゃんと印刷できるかなと思って印刷してみたので、これをカットしていこうかなと思います。リフィルを作る道具としては、よく皆さんもご存知だとは思うんですけど、まずこのっていうか、まあ切る道具ですね。これはね、ダイソーで多分300円ぐらいで買ったものです。で、あとリフィルの穴あけについては、私はこの穴あけ器を使っています。なのでこちらと、あとは角丸をするとですね、このリフィルの角をですね、丸くするとちょっとは可愛くなるので、この角丸も使っていこうと思います。あとですね、カットについては、この線の上をカットしてもらえれば綺麗に揃うんですけど、ここにね、ガイド線みたいなのもつけたので、まあ、つけないよりは綺麗にカットできるはずなので、この線もつけておきました。ということで、じゃあ順番にカットします。先ほども言ったんですけど、この 1,2,3,4 の後が 9,10,11,12 って来ちゃってるんですけど、すいません、後ろに 5,6,7,8 っていうのはちゃんとあるので、すいません、カットしてから揃えていただかなきゃいけないので、そこはすいません。あとね、それがもう1箇所か2箇所ぐらいあるので、すいません、お願いします。じゃあちょっとカットしていこうかな。なんかこのリフィルの配信をするって決めて、1回目の動画を撮って、なんかすぐ無料配布しますよっていう動画になっちゃったんですけど、ちょっとね、家がバタバタしてたのと、私胃腸炎になってめちゃくちゃ体調が悪かったんですよね。で、そうめっちゃ体調悪くて、まあ胃腸炎なので、まあ、ウイルスを出し切ったら全然2日ぐらいで体調はね戻ったんですけど、その後ね、まあ、ちょっと身内に不幸があって、お葬式とかに行かなきゃいけなくて、なかなか動画を撮る時間がなかったんですよね。本当はミニロックのリフィルを配信しますっていう動画の後に、なんか別の動画を挟もうかなと思ったんですけど、なんか全然撮る暇なくて、こんな感じになっちゃいました。で、お葬式、身内のね、お葬式にはまあ行ったことあるんですけど、旦那側ですね、夫側の親族のお葬式に初めて行って、あんまりね、旦那側の親戚、あんまり、まあ遠方っていうこともあってなかなか会えないんですけど、やっとね、結婚して5年目ぐらいなんですけど、やっとどの方が誰っていうのが分かりましたね。自分の中で、どういう人がいて子供がどれでみたいな感じで、まあそんなに多くはないんですけど、この方が夫のおばさんねとか、私はまあちっちゃい子供がいるので、あんまりね、自分の子供を見るので精一杯で、全然お手伝いとかできなかったんですけど、まあ全然そんな手伝いとかも言われずに、ちょっと子供の面倒だけちゃんと見てたって感じですね。そんなこんなで、なかなかね、手帳を触る機会もね、なかなか触る時間もなかった
たんですけど、あのね、手帳はね、あのこのプロッターを持ってったんですよ。でプロッターを持って行って、で、まあ、持ってく前に、なんか私買いたいものとかね、家になくて、例えば黒ストッキングがないとか、なんか子供が絶対飲むから牛乳がいるとか、そういうのをバーって書いてって、本当に適当に。で、あと幼稚園とかもお休みの連絡を入れなきゃいけないかったんですよね。土日挟んでたので月曜日に入れなきゃいけなくて、ここになんか書いて、あの絶対忘れないようにできました。だからなんか思いついたことをパッと書ける手帳。プロターってそんなにかさばらないから、別にバッグの中に入れてても全然いいし、なんか本当に重宝しました。で控え室とかでいた時にもちょっと触ったりとかはしてたんですけど、なんかさっと出せて、でもそんなに派手っていうか大ぶりな手帳じゃないんで、リフィルについては、あの先ほども言ったかもしれないんですけど、あのどんどん種類を増やしていこうと思います。ただ本当に私もあの Excel で作ってるんですけど、あの多分技術的にもその Excel 的にもあのすごい自由に作れるわけではないので、あの本当に素人リフィルではあるんですけど、まあ、今作ろうかなと思ってるのが、まあ、日用品のストックリストの、あの私がバイブルでやってるリストを確認できるリフィルと、まあ、それもミニ6サイズでやってます。であと、バーチカルみたいなリフィルも作ろうかなとは思ってます。あのまだまだだとは思うんですけど、登録者、チャンネルの、私のチャンネルの登録者様が、1000人超えたら、まあ、1000人記念ってことで、あのそのバーチカルのリフィルも配信しようかなと思うので、もし、ね、気になる方はまたインスタグラムとか YouTube もチェックしてみてください。あまりねインスタグラム更新してなくて、あの見ても見栄え、あとなんだろう、なんかね投稿あるかなってチェックしてもらっても全然ないかもしれないんですけど、あの YouTube でもインスタグラムでも、まあ、リフィルの配信しました、新しく配信しましたっていうのは報告できるようにしたいと思います。このカットする作業も慣れてしまえば楽しいですね。まあ、リフィルはね、ダウンロードしてくれたら本当に使っていただけたらありがたいんですけど、特にあの、なんだろう、マナー守ってくれてさえいれば、例えばハッシュタグをつけて、インスタ投稿してくださいとか、そういうのは特に希望してないというか、そういうことは別に気にしないでやって使っていただけたら本当に嬉しいなと思います。この各項目も私の独断で決めてるので、なんかもしね、まあでも各項目とかみんなの意見を集めてリフィル作成できたらいいなと思ったんですけど、私もそんなにデザイン力もないし、そんなにすごいパソコンが使えるわけじゃないので難しいかなと思うんですけど、あと今後は M5 のリフィルも
作りたいんですけどね、まあ、でもそれはまだまだ先、来年ぐらいからかなと思ってます。 M5 はみんな使われたりしてるんでしょうかね。私はね、今年の初めぐらいは M5 でトゥードゥリストを書いてたりしたことがあったので、ちょっと使ってはいたんですけど、まあ、なんせあんまり書く幅がやっぱり M5 は少ないし、別にそこまで持ち歩きとして持っていかないので、まあすぐ 1ヶ月ぐらいでやめちゃったんですけど、はい。では12月のデイリーのものをカットすると、1から31までのものと、この1枚だけ、フリーのもの、あの12月とは書いてあるんですけど、予備のものがカットできます。でこれを今からミニ6のリフィルにしていきます。でここにですね、あの空間があるので、ここに穴を開けていきます。私が使ってるのはこの穴あけ器ですね。この穴あけ作業も結構時間かかりますよね。はい、では12月のデイリーについてはこんな感じで穴あけも完了してセットできる状態にしました。なのでちょっと全部入れてみたいんですけど、プロッターには入らないので、こっちのミニ6に詰めていこうと思います。これがね、20ミリだったかな、なので結構大きめリングですね。でね、これ全部カットするとこんな感じの束なので、結構ねリング幅は取ると思います。なので、まあ、使う時は1週間ごととかで区切って閉じた方がいいかなと思います。まあ、ただ私はねコンビニのプリントを使ってるので、その用紙、普通の用紙なんですけど、あのまあ皆さんがお家で印刷する場合はちょっと違った紙とかにできるので、でこんな感じでトリフィルが作成できました。こんな束ですね、まあ、全部閉じると、まあ、こんな感じの束ぐらいになります。でこんな感じですね。はい、なので皆さんもしよければですね、ダウンロードして使ってみていただけると嬉しいです。はい、では今日の動画は以上となります。これからねリフィルはどんどん増やしていこうと思ってるし、来年からはマイクロ5ミニ5についても少しリフィルを作っていきたいなと思っています。かなりね素人作成だし、そんなに可愛いリフィル風ではないんですけど、見ていただけると嬉しいです。あとちょっと角丸を忘れちゃったんですけど、めっちゃ作業動画で角丸するの忘れちゃったけど、こんな感じで2箇所角丸をしてみると、こんなに結構ねまあまあっていうか、まあまあ可愛くなるので、ぜひやってみてください。ではですね、今日の動画はこれで以上となります。もしこの動画が良かったなと思っていただいた方とか、リフィルとか使ってみたいとか、ダウンロードしたよっていう方はコメントとかチャンネル登録とかグッドボタンとか押していただけると嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。